キットマン北海道探索チャンネル、月形町レトロ建造物、簡易軌道跡、旧青山トンネルの様子です。ご覧ください。A コープ月形、これ綺麗ですけれども、数年前は年季の入ったような味わいあるコープでした。このベンチに座って夏はアイスを食べたいですね。この椅子のオレンジ色が好きなんですけれども、オレンジ色はありませんでした。かなりね、レトロな雰囲気ありますよね。月形町は人口2932人。これは2022年の状態です。ピークは1960年の9492人でございます。この新聞屋の看板いいですね。味ありますね。この屋根長くないですか？雪スーッと滑っていくところを想像しました。こちらの建物、2014年と比べると、まあ一部変わってました。部品が結構増えてました。換気設備とか、あと看板なんかがね、ちょっと変わっておりました。この木造の建物が好きなんですよ。土地が広いので、同じ2階建て、3階建てでも、普通の札幌市内にあるマンションとかと比べて、この高いんですよね。なんと言えばいいのか。まあ1階から2階までの間隔が全然違うんですよ。これ図書館なんですけれども、この入り口なんで左右対称じゃないんでしょうか。なんか面白いですよね。廃止統合された学校も多いです。石狩月形駅も廃止となっております。駅というか、この学園都市線が廃止になっていますからね。このタイルいいですね。茶色黒ガラス。わあ、もうずっと見ていられるタイルです。こちら商店でございます。どうやら饅頭が有名らしいですね。私食べたことないんですけれども。いいですね。この甲羅の看板。ちょっと剥がれた感じのお菓子の看板。月形饅頭って言うんですね。どんな饅頭なんでしょう。次来る楽しみが増えました。ちょっと前まであった解体された建物でございます。この隙間はやはり建物があって解体された跡となっております。北海道は結構シャッター降りたところにイラストを描いてることが多いんですけれども、ちょっと楽しい気分になりますよね。前このシャッターにイラストを描いてるのを見たのは、室蘭ですね。室蘭イオンの横の団地、潮見団地だったと思います。月形町なんだけれどもメロンなんですね。夕張のイメージなんですけれどもね、月形もメロンでございます。これ見てください。カービィ気味でございます。学校通ってるんですね。何のお店だったんでしょうね。で、私の前をバスが横切るんですけれども、月形町の学生さんたちが乗っているバスです。いいですね。こういうサービスがあるんですね。バスがなかった時代っていうのは、まあ、かんじきとか履いて歩いて行ったんでしょうね。結構な豪雪地帯ですからね。この黄色いガラスも最高です。高田書店さんで買い物をしました。店主さんともいろいろ話させていただきました。すごいなんか立派な建物ですね。年季入っていて歴史を感じます。レシートを必ずもらいますよ。もちろん。ここのオリジナルですからね、レシートっていうのは。で、あの地球儀っぽいのを取らせてくださいって言ったらね、あ、ほこりかぶってるからあんまり近くで取んないでね、みたいなね、そんな話をした記憶があります。この扉の感じとか取っ手の部分とかね、これリサイクルショップなんです。私模造と思ってるんですけれども、買い取りできますかみたいな、そんな話をさせていただきました。やはりね、畑なんかも多いですし、コスモスとか花もね、綺麗ですから、散策とかするだけでも楽しいと思います。もうバイクシーズンですから、バイクを止めてお花を見るとかね、そういうのもいいかもしれませんよ。こちらも商店でございます。このテントの感じ、ちょっと横に長い感じもちょっと個性がありますよね。この場所は石狩月形駅があったところから歩いて、まあ2、3分のところです。なので駅前の商店だったんでしょうね。お、屋根の幅ありますね。おー、そして東別町簡易軌道跡でございます。総延長31キロありました。東別にも簡易軌道があったんですね。簡易軌道っていうのは JR みたいに大きい
鉄道車両ではなく、まあ、簡単な線路幅も狭いようなものとかをね、資材とかを運ぶ小さい鉄道みたいな感じです。調べたところによると、1日3往復していて、川沿いを走るため増水で運休になることも多かったと書いてありました。なので私が行ったこのシーズン、すごい増水していたので運休になっていたこともあったんじゃないでしょうか。この橋まだ残ってるんですね。すごいですね。廃道マニアのブログを見てなんとかこう来たんですけれども、これから草がボーボー生えてきたらなかなか探すのは難しくなってくると思います。ただ冬はね、ズボズボ埋まったりするので、簡単に行けるシーズンっていうのはなかなかないと思います。しっかり残ってるんですね。がっしりちゃんと作ってるっていうことです。北海道には国鉄と違う簡易軌道っていうね、こういう小さい鉄道がたくさんあって、牛乳のミルク缶を運んでいたり、木材を運んでいたりとかね、すごい活躍していたんです。玉の湯隧道というトンネルも観察しました。ご覧ください。このトンネルも廃道マニアのブログを観察して見に来ました。探すのが簡単なシーズンは今しかないと思います。こちらもね、草がガンガン生えてきたら多分もう見つけれないと思います。現在のトンネルの横を登っていきます。そして旧青山トンネルでございます。戦前に作られたトンネル、この左側が旧道で、ここをまっすぐ行くとトンネルなんです。戦前に開通したので、なんていうか周辺の石垣みたいのもすごい年季が入っている感じがありました。埋められてるんですけれども、まあ、ちょっと作業が雑だったのか未完成なのか、ちょっと隙間があって、ここはもう落ちたらもう出てくるのは難しいでしょうね。なので近づく際は本当に気をつけてください。これですよ、戦前のトンネルでございます。旧トンネルです。現在のトンネルも、まあ、新しいトンネルと言われてるんですけれども、1960年代に作られたトンネルなので、まあ、新しいトンネルも結構古いですよね。まあ、1967年です。なのでこう水がね、染み出てきてるんですよ。苔も生えちゃってます。そして、まあ、おまけといったらおまけなんですけれども、これは地雷打つ付近にあった建物です。外からもね、もう中が見えちゃって、近づいたら倒壊するのではないかという感じなので、さらっと見た感じにしました。そんな感じでありがとうございました。